氷上山。かつてこの山の水に触れて最後を迎えることが正しい死とされた霊場であり、今なお自ら死を選ぶ者が訪れるという。そしてその氷上山に3人の男女が足を踏み入れる。亡くした者や行方不明者を探し出す影見となった少女小塚優里。神隠しにあった少女たちを救い出すため氷上山へと向かう。死者を撮影する氷上山の風習弔い写真を調査する作家北条蓮。一枚の写真に惹かれ氷上山へと誘われる。氷上山の奥、水の中で目覚めた少女雛崎美宇。ある人を探すためもう一度危険な氷上山へと帰っていく。それぞれの思い、それぞれの秘密を抱えて3人は山の奥深くへと進む。氷上山のさまざまな場所を探索し、残された手がかりから古の儀式の秘密に迫っていく。 Let's go home. You cannot leave the mountain. Yuri? Here, take this. 目に見えないものを映し出すカメラ、遮影機。遮影機が反応する場所を撮影すれば隠されていたものが姿を現す。襲いかかってくる怨霊は撮影して攻撃。恐怖心を抑えて怨霊をできるだけ近くに引きつけて撮影すれば大きなダメージを与えられる。撃退した怨霊に触れると死に至った記憶を見ることができる。より洗練されたグラフィック、キャラクターや音量を配置しポーズを指定した撮影が楽しめるフォトモード。そして新コスチュームも追加。美しき恐怖、再び。ゼロ、濡れガラスの巫女。10月28日発売。デジタルアートブックや歴代キャラクターコスチュームを追加するゼロシリーズ20周年記念ダウンロードコンテンツも発売決定。早期購入特典、ユーリ限定衣装、ライザの服、ライザの帽子、